回のこの辺りの僕関係とかも前の動画見てもらって、うん、ブレーキやんね。ブレーキ取ってないね、うん、まずブレーキ追加で松ぼっくりが落ちてたブレンボとメッシュホースやね。ブレンボ入りましたあとはスタビー、スタビーやね、うん、スタビーも入り、あれこれ買い取ったっけ。あ、それうん、あの最近変えた。これも最近やんね、うん、あれってことで時にグリップと、うん、そうやね、そう、バーエンとハンドルも変えたったよね。そう、わかりにくいんやけど変わっとんや、それ変わったよねこれはもうバックステップやね。はいはいはい、バックステップ、吉村スイングアームがオーバーです。で、サスやね、うん、これもまだ取ってなかったね。取ってなかったね、ちゃんと、うんうんうん、サスが、これ何っていう YSS、 YSS、うん、うんうん、綺麗な。スイングアームは結構3ヶ月、4ヶ月だったけど結構早かったね、これ2ヶ月ぐらいで、来たよね。そう、これでブレンボのキャリパーの部品、うん、このオーバーのサポート、これもオーバーなんや、うん、そう、それがなかなか入ってこへんかって、はあ、それ待ちで。ああ、そう、そう、スイングアーム変えたらやっぱりやりやすいよね、これこれチェーンがね、チェーンのあれするとき、うん、ええよね、やっぱ。こっちでもかっこいいやん、よう見えて。ああ、こっちがね、綺麗ね。結構ほんまに短期間でやってもらったのね。もうそろそろ1年ですよね。そう、うん、9月の終わりだったね。9月の終わりだね、うん、俺8月で言っても8月の終わりで、はいはいはい、そやね、そや1ヶ月後やったね。うん、まい、いやー早すぎで早すぎますぎでもエンジンはもう素人やから、もう全く、はいはい、うん、エンジンはさ、もう触らない。